このたび新たな日本人宇宙飛行士について、来年秋ごろを目途に募集を開始することとしましたので、発表させていただきます。 新たな日本人宇宙飛行士の募集についてでございます本年7月私とブライデン・スタイン・ NASA 長官との共同宣言においてアルテミス計画における日本人宇宙飛行士の活動機会について確認し先般のアルテミス合意に署名する署名を行うなど国際宇宙探査に向けた機運がますます高まっているところですこのような状況を踏まえこのたび新たな日本人宇宙飛行士について 来年秋ごろを目途に募集を開始することとしましたので、発表させていただきます。また今後、一定規模の宇宙飛行士の数を維持するため、5年に1回程度の頻度で募集を行うことを想定しています。募集の詳細については、本日午後に担当から説明させていただきます。今後、大きく展開していく国際宇宙探査において、日本人宇宙飛行士として貢献すべく、我こそはと思う方の積極的な応募をお待ちしております。 アルティメス計画に日本人宇宙飛行士を参画させてほしいという要望を日米の私と長官との覚書の中では加えておりますが、日本人宇宙飛行士がアルティメス計画に登場をするということを決定した事実はないわけですから、当然あの、今の段階ではそのことを前提に期待を持って人材育成を図っていくということでございます。あの今年はですね、先週報告したように、 来月には野口さんが I S S に飛び立ちます。そして12月にはハヤブサ2が帰ってきます。まあこういったあの宇宙への宇宙探査研究へのですね日本の取り組みというものを国民の皆さんにもよく知っていただく上で。 日本人宇宙飛行士が参画することというのは極めて大事だと思いますのであの、ぜひそのチャンスを生かしていけるように、国としても後押しをしていきたいと思います。また同時に、その宇宙科学研究が国民の皆さんにとってどういうメリットがあるのかということを分かりやすく伝えていくことが、我々の使命だと思ってますので、宇宙開発研究で得た知見をです、ね、皆さんの暮らしを一歩でも前進させるために、さまざまな分野で活用してます、そういったことを、えー、文科省としてはしっかりアピールをしていきたいなと思ってます。